海老亭の殺人は、東野圭吾の推理小説。単行本は、公文社から1991年に刊行され、1994年に公文社文庫版が刊行された。文庫化の際に、海老亭殺人事件と解題された。2011年6月24日に、時は高子主演で、テレビドラマが放送された。旅館を舞台にした、長編推理小説。 本作では呪術トリックを使っている。著者のこの時期の著作には、仮面山層殺人事件、ある閉ざされた雪の山層で、など呪術トリックを使っているものが多く、著者の呪術トリックへの強い同型が見られる。2011年には、金曜プレステージ枠で、テレビドラマ化されている。巨万の富を築いた、実業家、市毛原孝明が死んだ。彼の死から1ヶ月後、 高明の遺言書公開を見届けるために1、懸元一族が回廊邸に集まる。恋人がこの旅館に集まる、誰かに殺されたと確信する高明の秘書、気流枝梨は姿を老婆に変え、回廊邸に乗り込む。枝梨の最初で最後の青春を奪った犯人への執念の復讐が始まる。2011年6月24日、フジテレビジョン系列の金曜プレステージにおいて、 回廊亭殺人事件のタイトルで、東野圭吾3週連続スペシャルの第3弾として放映された。視聴率13.6%。回廊亭殺人事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。